こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日はマンション管理業界の業界研究をしていきます。この業界を一言で言うと、マンション管理の仕事はノルマがちょっとなという人にお勧めできる仕事です。マンションの中でいる管理人さん、このイメージを持つ人が多いんじゃないかなと思うんですが、そうじゃない側面、こちらもあったりするんで、そういうところも含めてこの動画では解説していきます。この動画で話すマンション管理業界で押さえるべき3つのポイントはこちらです。この3つについて詳しく解説していくので、ぜひ最後まで見ていってください。それではまずはマンション管理業界の概要についてです。マンション管理業界とは、マンションの管理組合から委託を受けてマンションの管理事務を行う企業のことです。管理事務とは、マンションの共用部分の維持、修繕、清掃、警備、入居者対応などマンションの快適な住環境を維持するために必要な業務のことです。マンション管理業界の市場規模は7831億円と推定されています。マンション管理費の市場規模の推移としては右肩上がりでどんどんと伸びています。近年は少子化や人口減少の影響で、マンションの供給戸数自体は減少傾向にあるものの、管理戸数は増加傾向にあります。これは既存マンションの老朽化や管理組合の業務の効率化、高度化に対応するため管理会社への委託が増加していることが原因です。そんなマンション管理業界の仕事、ぶっちゃけどんなことをやっていくのか、こちらを解説していきます。大きく分けると2つに分類されます。マンション管理コンサルタント、マンションに常駐する管理人、それぞれについてしっかり解説していきます。マンション管理企業に就職した場合、主にマンション管理コンサルタントかマンション管理職員かに仕事内容が分かれます。マンション管理コンサルタントの仕事内容は、直接のお客様となるのは管理組合になるので、その管理組合を総合的にサポートするのが仕事内容になります。住みよい環境を作るために理事会や総会の資料を作ったり、報告書の作成などを行います。またその他にもマンション運営にかかる毎月の資金を管理します。また建物を巡回して異常がないかをチェックするのも仕事内容の一つです。修繕が必要となった場合には営業と連携を取ったりとか、外部の業者と連携を取りながら工事を企画したり実施していくといったことを行います。この業務を行っていくには、マンション管理士という国家資格が必要となります。マンション管理コンサルタントの仕事は、マンションの管理組合を総合サポートする上で、幅広い知識や調整力や資格取得が必要な大変な仕事ではあるんですが、営業職のような毎月のノルマがある仕事ではありません。そのため、ノルマという言葉に抵抗感はあるな、そういう方にとっては非常にフィットした仕事と言えるかもしれません。注意点としては、マンションを作って販売しているよという会社の中の一つの部門としてマンション管理部門があることもあります。そういった場合はマンション管理をしている会社に入ったとしても、配属場所がマンション管理じゃなくて営業職になる可能性もあります。そういった場合にはノルマがあるのでご注意いただければと思います。もう一つのマンション管理業界の仕事である、マンションに常駐する管理人の仕事についても解説していきます。この仕事はマンションとかオフィスビルですね、そういったところに常にいて、共用部分を清掃したりとか警備したりだとか、住民の対応とか入居している企業の対応したりとか、そういったことがマンション管理職の仕事内容になります。これらの仕事の大変さを挙げると大きく2つあります。1つ目は、住民からクレームや要望が寄せられるという点です。マンション管理員はマンションの窓口業務を担当しているため、入居者からの相談やクレームが寄せられます。例えばキッチンの蛇口を交換したいから業者の連絡先について教えてほしいみたいな相談があったり、うるさくて眠れないから注意してほしいみたいなクレームが来たりすると、クレームを言う方と実際の事情がいろいろある住んでいる方の間に立っていろんな調整をする、こういった部分では大変な面もあったりします。またもう一つの大変な側面は、単純作業が多くて退屈という点が挙げられます。窓口に座っていたり同じルートを回る、そんな作業が多いため、やりがいが感じにくくなってしまうかもしれません。また管理人は一人で働くことが多くて、話し相手がいなくて退屈だなということもあるようです。そのため同じ作業の繰り返しだったり、一人で黙々と作業するのが苦手だなという方は、マンションの管理人の仕事はちょっと向いていないかもしれません。
でも逆を言うと、あまり人に干渉されないで一人で仕事するのが好きなんだよなという人にとってはとても良い仕事と言えるでしょう。そんな業務を行うマンション管理業界を代表する企業の平均年収はこちらになります。就活キャリアの悩みを無料匿名無制限でプロに相談できるのはキャリアオン。 98% の相談が1日以内に返信がもらえるので、面接前日の相談でも大丈夫。自分の知りたいことは検索でも解決できる。気になる方は概要欄をチェック。続いてはマンション管理業界を代表する企業2社を解説していきます。まずはマンション管理業界を代表する企業の売上高から見ていきましょう。業界トップの売り上げを誇る東急コミュニティについてまずは解説していきます。東急コミュニティは東急不動産ホールディングスグループの一員で、マンション管理を中心にオフィスビル、商業施設、公営住宅、公共施設などを管理する総合不動産管理会社です。強みは東急グループの総合力を生かした幅広い事業展開が可能である点や、マンション管理の分野では国内トップクラスの受託戸数を誇る点です。業界2位の日本ハウジングは、マンション管理やビル管理、住まいやオフィスのより良い環境を提供する企業です。業界に先駆けて海外の管理物件戸数も増やしている点や、日常的な点検作業から長期的な修繕計画の立案、大規模修繕工事の計画、施工までワンストップで対応できるのが強みになっています。続いてはマンション管理業界の未来についてです。未来についての重要トピックはこちらになります。マンション管理業界は新築供給減少で市場の伸びは緩やかですが、引き続き伸び続けて2027年には市場規模としては9053億円規模の市場に成長すると予測されています。資材費も年々高くなっているため、今後もマンション管理料が上昇すると見られています。しかしながらこの成長がずっと続くのかというと、やはり長期的に見ると少子高齢化や人口減少などによって市場の伸びは減速していくのではないかと言われています。また人材確保がどんどん難しくなっていたり、最低賃金が上がっていることによって人件費はこれからもどんどん上がっていくでしょう。こういった中で各社は AI やオペレーター等による業務効率化や無人化を進めている、そんな企業もありますが、ゴミ出しや清掃、保守点検などの人の手を必要とする業務も多く、人員の確保や管理宅費の見直しが課題になっていくと言われています。また今後の日本では築年数が経過したマンションが大幅に増加する見込みです。築年数が増加したマンションは修繕費がたくさんかかるばかりではなくて、老朽化による事故の発生など安全面での考慮も課題となっています。そういった課題に向き合いながら安心安全の住環境を提供していくマンション管理業界は注目が今後も高まるのではないかと言われています。以上がマンション管理業界の業界研究となります。この動画が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。